相当作戦。あ、レギオンの声か、これ。あの、黒羊とか羊会とかいろいろある。だ脳を持ってる奴はこう走ってるわけね。うん。ああ。えあもう同時にいろんなところを攻撃に仕掛けてんだ。ああ。ああ、だから、レイナたちのとこにも。 撃滅。だから今の言い方で言うと、四方に散ったのかなすごい数が。だそれが、真、ま、縁、あ、真たちのとこだけじゃなくて、レイナの方、まあ、あとはまあそこ以外にも行くってことだね。だからこれ、いよいよレイナの活躍も描かれる流れなんじゃないかな先週もラストにちょっと出てきてたけど。そして、真君たち、 あれだよね、シンが上に対してさ、まあ、報告書というか、まあ、声を聞いたからなのか、これから来る戦力みたいな話をしたのが、それかとされてるっていうのがあるじゃん。相手にされてないっていうのが確か。だかそのせいで、見誤ったせいで、大変なことになりそうな気がするんだけどね、ギアで連邦の方は。 もう痛い目見てからだよ、しかわかんないんだよなっていうことを言えるようなレベルの攻撃じゃないと思うの。このこれから来るレギオンの数が。そうなった時にみんながまたもう無茶する流れ来るんじゃないのやだよ。まあ今とりあえず全員一緒にいるっていうのがあれだけどさ。 バラバラよりはいいだろうけど、もう誰一人として失ってほしくないわ。さあ。なんと、真の髪だ。へへ、枕。<laughs> 何それ。あ、起こし方、そういう起こし方なの嫌 <laughs> なんだけど、そんな。<laughs> びっくりするわ。うん。そんな場合じゃない。ああ気づいたんだね。真。 うん。いやーええー。やばくねうわーこっちが、うん。こっちの連邦は、やば。<laughs> え うん、いや汗がうーん芯がこうなるってもうよっぽどだよねこんな表情だってしたことないじゃんうーんああ叩き起こし方よ いやけどもうこれくらいやるっけないんだね、シンが。みんなのケツ叩いて。うん。いやけどこれで逆にシンの力を知っちゃうからさ、まあそこはそこでまた複雑だよな。あれ今ちょっと笑ったね。シン。いやもうこんな、 いや、無理でしょう。そんなさ、戦術機というか、あれにも乗らずに相手するのはレギオンも。うーん。あ、上からも来たのかえ何どういうことあーええー、ちょっと <laughs>、やばくない <laughs> いやー無理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 。こんなのどうにもならんてん。顔出すこともできる。ええー。やばくない数。こんな数初めて見たんだけど、レゲオンの。いや無理だって。獅子も何も。いやあ。外産。 いや、もう、すごくない <laughs> うーんいや。どんどん減ってってるじゃん。うん、西武戦線だけじゃないんだけどね、けど。いや、レーナたち大丈夫かなうん。 やーシーン頑張れ。いやけど、こんな5人で分かってたからね。いやーいやーだってシーンがあんな日や汗か書いてんだよ。あ、もう街んとこまで来てんのか。 うーん。これだいぶあれじゃない削られちゃうんじゃないかこの領土というか、生存権が。いや、来るだろ、ここに新たち。うーん、やっぱり。いやー、けど、どうにかできんのか。心強いけどね。 いやー、しかも軽くて動きはいいんだけどさ、防御力ほぼないんでしょう当たっちゃったら終わりゲーみたいなさ。うん。え、あなたたちしかいないのやば。うん。あー、ファイドも来てる。 ああ、なにそんな攻撃できますアンジュさん。かっこいい。<laughs> もう、もう、AT、t 6のさ、戦闘シーンってさ、マジで裏切らないよね。なんなのこの戦闘シーン、マジみんな見習ってほしいわ <laughs>。<laughs> うん。くれな、頑張れ。いや、最初は勢い、 あれなんだろうな。優勢なんだろうな。この感じ、絵描き方は。だからってな。うーん、さすが戦い慣れてるね。いや、頑張って頑張って、マジで。いや、だいぶ前線するんだろうけど。 だからってこの5人守れるとこなんか数限られてるだろうしね。まあ一応この機体は20機くらい戦車の話だといるっぽいけど、ここまで戦うのはこれくらいこの人たちだけでしょう。やば映像。すごいね。おううん。 うん。いやー、こいつらも来たか。援軍。おおうんナイスでしたー、しんくん。なんだ、あれ。何のパーセンテージなんだろう。 損耗率とかかな。うーん。第二人。神にはわかるけどね。まだ入ってきてない情報なんだろうな。少しは。だからもう、それくらいしかできないよってことなんだろうね。神たちでも。 あこれでいいか。いや、さすがにあれか。今回は待機か。まあ、そりゃそうだよね。前線行ってもね。うん。いや、頑張って。いやー、けど、もう数が、やばくね。 かっこいい。<laughs> かっこよすぎる、マジで。<laughs> どうなってんだよ、この戦闘シーン。どんだけ予算咲いてんのねすごくない ?CM でやってるさ、プラモデル欲しくなっちゃうよね。<laughs> <laughs> ラジコンとか出ねえかな、動くやつ。 今んとこノーダメかなほぼいやーすごいようーんあれが第二陣なのかなうーんあっそれでわかんのえなんだあれがキリなのうん 何を見てるんだええいや、もうダメじゃん。今のどこの国だ今の国旗ってどこ例団のところなんか落ちてたよねいや、シンたちも大丈夫だ。これギアネ連邦だってさ、やれるんか すごいねけど猛攻だねいやけどこうなってくるとまたすごい依存しそうだけどなぎやで連邦も信たちにこの先うんおるのはおるのは いや、また今度何んこれ、真たちかなうん。え何何何何えどういうことだろうならぬどういう意味 行くなってことそれ以上ああ、シンのあれが見えたのかな死が違うえ笑ってるうんなんだろうなんかシンが戦場で今笑ってたけど 別にここが俺の居場所だからみたいな感じで狂ったような笑顔になったわけじゃないんでしょどういうことなんだろうねもう今戦いながらあれかないろんな声を聞いててああいう表情なのかなどういうことだろう 恐ろしく強いんだろうけどうんあ破片こんな戦い方を続けてほしくないのかなフレデリカあっえっ撤退うんうまくいったんだ いやまさか守れるなんて、うんフレデリカどうしたうんさっきのあれがあってね来たんだね心配でうんうん 霧と同じまあ狂ってっちゃうようなことをうんだからすごい身を案じてくれてたんだねそれでもさあ8月25北部戦線ってどこだっけ レイナの方かなあ !86 って言ったね。ああ、あれレギオンじゃねうん。えああ負けちゃったのもしかして。え大丈夫なのねえ。いよいよあれなんじゃね侵攻されちゃうんじゃない国が。レイナたちのあの国、のほほんとしてるけど。白豚の皆さん。 やっとあれ、危機を肌で感じるんじゃないあえいや、自分たちの身に停止してあれなのか。橋を崩したのかね今の入ってこれないように。んあ,レイナあれなあれ意外とのんびりしてる。もっと慌ただしいかと思ったのに。うん。あ、今からか。 映画かいや、警報すら、そんな感じなの。ああ、これあれじゃないフレデリカが見てたあれじゃないの。もうすぐそこまで来てるんだよね、多分、レギオンたちが。うーん。大構星うーん。 いやーあ、この人。え何をする気かね戦わないでどうすんだよ。うん。なに何何なんでこんな止めてんのこの人。うん。なんかもう第一句に来そうな感じなんだ。えやめておけ え嘘でしょどういうことあ、そういう考えでいやー。ああ、それでこんな態度なのこのおっさん。うーん。 ああ、なるほど。重要施設みたいなことなのかな。しかも、例なのあれ、号令なら、まだやってみようかなって思う人がいるんじゃないええー、いやー ええー、じゃあ何もしないでこれ生還しろってかうーんいやあれいさんしんたちうんいや頑張れ 頑張っちゃえ。もう、やっちゃえ、やっちゃえ。無視して。うん。これでどうなるかだな、他の士官の人たちが。うん。何なんだろうな、この人。よくわかんないんだよな、立ち位置が。 まあ、一度なんか、だから、挫折しちゃってるんだろうね。昔の自分重ねてる経過あれえマジで戦場行っちゃうのいや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 。えマジで 戦場に行くのこの人。いやー考え方はあれだけど、そんな悪い人じゃなかったね。いや、もう戻ってこないんじゃないか。うーん、頑張れ。みんなとのあれ。うわあ。 けど、すごい数来るんじゃないこっちも。北部戦線の方。全プロセッサー。言い方めっちゃかっこいい <laughs>。いやー、どれだけ繋がってんだろう。え、なんか、すごい痺れる、このシーン <laughs>。うーん。 いやー。わ <laughs>、かっこいい <laughs>。れーな。熱っ。え、なんか、なんか涙出てこない <laughs> わかんないかな。<laughs> 今のあの号令をかけた瞬間からの流れが、すごいなんか目が熱くなっちゃったよ。見てて。あー、もうほんと面白いわ。86。 もう戦闘シーンがズバ抜けてんのよなストーリーの展開といい。いやぁ、どうなるんだろうねもう。この、レーナ側の国はこっから先さなんかもう、一区がうんちゃらみたいなとこまで来てるわけでしょ敵がもう、北部戦線のあれで。真たちの方はとりあえずはなんか、窮地は免れてるっぽいけど。 だから来週はこっから今度レーナのターンになりそうだね。ただシンもシンでやっぱ心配だね。なんかそのなんか不安定さがずっとあ汗とかああいう感じで描かれてたのかな。それで結局あのフレデリカが見た戦闘中のシンの表情っていうのがまぁあ,あんないびつな笑顔だったんだろうね。期待の中で。 そういうのを見て、あの、綺麗だか、きりとかって呼んでる前に、まあ大事に思ってた人との壊れていくっていう、その経過みたいな姿と重なったってことか。うん。うん。うん、いや、だから、レーダーの方に、うん、そういうことだよ。 今はええ何何何何ええ <laughs> どういうこと今の場所に攻撃仕掛けてきたってことか今のキリが。 レオンを撤退させたんじゃねえそれともなんか超長距離で攻撃してきたのかないや、てかみんな機体に乗ってないし大丈夫なの <laughs> もうやめて <laughs>。こんな終わり方しないで一週間さ、この先気になるじゃんずっと。何がシンたちは一回ね、窮地を出しただよね。また大ピンチじゃんか。だからレーダーも気になるし、シーンも気になるし、キリも気になるし、来週も目が離せない展開になりましたね。ぜひまた一緒に見て楽しんでもらえればと思います。<laughs> いろいろ難しい部分あってね、まあ一発の リアクションの中で、うん、うん、その反応はどうなのってとこあるかもしれないけど、毎月これからも一緒に楽しんでもらえればと思います。というわけでね、以上、学校の雑学しました。バイバイ。